ペガサスハイドです。このタイヤさんは自分の絵にものすごい自信があると厳しめにお願いしますというふうに書いてました。まあこのキャラクターのいいところから俺は言っていきたいと思います。まあ自信があると言ってるだけあって上から下まで丁寧に書いてるなというふうに思います。初心者にありがちな真っ白なまま送ってくるっていうこともないしね。ちゃんと服は服、カバンはカバン、靴は靴で色をつけてるし、あとトーンも削ったりとかして繊細に影をつけようとしてるよね。だけどこれがこのまま漫画雑誌に載ったりとかイラストという商品になるかって言われると、まあ、疑問点がいっぱいあります。直していこうと思うんだけども、まあ、この絵はね、元々の作者の絵として置いておきたいのでトレースをしていきたいと思います。あ、ここに身長体重って書いてあるけどこれ俺が書いたんじゃなくてこれ最初から書いてあったんで、やっぱ体型だよね。この女の子は18歳の高校生っていう設定なんだけど、おばちゃんみたいに見えるんだよな。この子の顔は可愛いよ。だけども顔を隠して見てみるとなんか姿勢も良くないし、買い物帰りのおばちゃんみたいな。あとカバンだよね。この辺、このカバンの動きとか手の持ち方が本当にこれでいいのかどうか。多分これ巾着、巾着っていう言い方が古臭いのかもしれないけど、もう俺巾着としか分かんないから、多分まあこういう風なカバンを持ってるんじゃなかろうかと、まあ俺は思うのね。例えばまあ手で持ってるこういう風な写真とかちょっと用意してみたんだけども、こういうのは多分調べて書いてないと思うんだよ。巾着のこの横向きになってんのはこの子が動きがあるところを表したかったのかもしれないけども、やっぱ自然に見えないよね。だからまあ大きく体型とこの手元みたいなところを整えていきたいと思います。まあ例によって脱がしていく必要があるんだけど、毎回脱がしが、俺別に好きで脱がしてるわけじゃないからね。これ脱がさないと体型が確認できないから脱がしてるのであって、これじゃこのまま行くよ。こう首がこうあるってことは、ここでこう首が生えてるってことでしょ。首のとこ消すね。でこうなってるってことでしょ。これがこう服がこうあるわけだよね。でこう胸がこうあるわけだよね。でこう服のラインを消していくと。こうね、でこういう感じだよね。服は、その腕はこういう感じになるよね。まあ足がこうスカート消して、でこの辺が大体あんまりみんな考えられてないところなんだけども、こういう感じになるわけだよ、ざっと。でこうやって見た時にこの子がスタイルがいい若い女の子に見えるかって言われると、すごく胴が長くって短足で猫背なような気がしない。姿勢が良くないよね。で多分この人は裸を描いていってないと思うんだよ。裸を描いてこの服を着させる、これはもう全体的に直さないといけない。姿勢っていうのはすごい大事で、まあ我々人間もどんなにスタイルがいい人でもさ、姿勢が悪いとかっこよく見えないじゃん。で漫画も一緒で、姿勢が正しくないといくら顔が可愛かったりかっこよかったりとかしても魅力的に見えないのね。でこの子はすごい胸が大きいけども、まあ、これも野郎の描きあるあるで、女の子のここばっかり注目するんだよね。あのおっぱいばっかり、おっぱいばっかり見てるから、もう男はおっぱいばっかり、もう乳ばっかり見てるから、もう男はね、おっぱいばっかり見てるから男は、おっぱいばっかり、おっぱいばっかり、もう乳ばっかり、乳ばっかり、おっぱいばっかり、もう乳ばっかり、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから男は、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから、乳ばっかり、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから男は。だからここはすっごい力入れるんだけど、こっから下が急に興味がなくなるっていうか、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから男は、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから、乳ばっかり、乳ばっかり、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから男は。胸だけ女で胸から下は男と一緒になっちゃうっていう、これがもう野郎初心者あるあるなんだけど、女の子はお尻が大きいんで、だいたいこう野郎の描く女の子ってここだけはこう意識するけど、あとはなんかこうなるんで、初心者はおっぱいばっかり見てるから男は、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから、乳ばっかり、乳ばっかり、おっぱいばっかり見てるから男は。じゃなくて胸がこうあるのはいいんだけども、こうなってないといけない、こうなってないと女に見えない。ウエストが細くってお尻が大きいっていう風にしないと女の子っていう感じが出ない。整えていくとなんとなく足がこうずれてる感じが見えてきたでしょ。これも全体的に描き直さなきゃいけないけども、歩き方も多分これ不自然だと思うんだけど、どっちも曲げてるからへっぴり腰に見えるんだよね。左足を出してるってことは右手が前に出てないとおかしいんで、まあ自然に言うとこういう歩き方としてはこういう感じになるはずなんだよね。両方、左手と左足が両方前に出てるっていうのがやっぱりちょっとな。今ざっくりとだけども歩く姿勢だけ変えたのね。これだけでもシャキシャキ歩いてるように見えるでしょ。でこれ見てからこっち見るとおばちゃんが背中曲げながら歩いてきたみたいな感じがするっていうか、でこれにこの服を描いていく。でこの子が着てるのはセーターみたいなんで、ダボ付きがある方がセーターっぽいよね。セーターは体にピチッと密着してるものではないから、
で、手もこういうふうなものをヒントに、ほらどう、姿勢をまっすぐにするだけでもだいぶこの子が若々しく見えるようになってきたでしょ。この目の位置も微妙に右目と左目が同じ方向を見てないと思ったんだけど、こっちとこっちの眼鏡だけど、それはもう直してないです。全身の体つきの方が直すべきと思ったんで。この人は細かいところはすごい手を込んで描いてるのね。これ見ると目とかもすごい細かいところまで描いてるんですよ。だけど細かいところにばっかり意識がいって、全体を確認するっていうことを忘れちゃってるかな。いくら細かいところを一生懸命描いてもね、全体が歪んでたらよく見たら耳もおかしいというかよーく見たらすっごい細かいから、ちょっとこれ映ってるかどうかわかんないけど、耳ってこっち側にこうなってるのに、この人はこっちからゴミが絵を描かない人はこういうところは見てないと思うけど、描く人はおかしいなって思っちゃうとこかな。あとまあ艶ベタもね、すごい細かく描いてるけど、この人はここまで細かくする必要があるのかなって思うかな。この人の絵柄だったらもうちょっと粗い艶ベタでもいいんじゃないかなと思うけどね。どうかな、艶めたこっちよりもちょっと粗めにしてみました。白いところをたくさん残すことで陰影をはっきり見せるって言ったらいいのかな。奥行きがこっちの方があるように見えるでしょ。頭にこっちは光と影の白黒白黒が等間隔で細かくありすぎるから、光ってるというよりも模様みたいに見えるんだよね。これぐらい白と黒をざっくり分けた方が明るい暗いっていうのが分かって、頭がこう丸く立体的に見えるって言ったらいいのかな。あえてちょっとこの塗り方と違うような塗り方をしてみました。この人の見てると時々シャカシャカシャカって影がつけてあるんで、俺も似たような感じで、こんな感じで修正していこうかな。これがね、もうね、カバーがね、あると鬱陶しくて取っちゃった。こっち側をさ、富士山にしていくとさ、この富士山にした方の綺麗な方もこう汚くなってきて、保つのが難しいね、これをね、富士山を保つのが。やっぱ富士山は綺麗じゃないとね。富士は日本一の山。そっちを歌うっていう、富士山の方じゃなくて、富士は日本一の山、そこしか覚えてない。そこに行くまでのメロディーを何にも覚えてない。まだやっぱりでも富士山にはならないね。難しいな。っていうことはこっち結構使ったってことだよね。ほらこっちまだガタガタだもん。これではちょっと日本一とは言えないね。その日本一の山っていう歌う権利はないよ俺には。富士山富士山、こうたまにこう手でこすってやって綺麗にしてやらないといけないね、これね。あ、消しゴムかけたらさ、鼻がないことに気づいた。でも鼻ない方が俺可愛いと思うけど、まあでも描いとこうか。はい、鼻も描き出しました。これトーン貼っていこうかな。
セーターにはこの2番これ貼っていこうかな。これが近い感じがするので、体の影は61番、カバンの黒っぽく見えるところは64番にしようかな。この人のトーンの貼り方見ると、胸元にこだわりを感じるんで、この辺を大事に貼っていきたいと思います。女の子のおっぱいはセクシーポイントだからね。これはここにこだわりがあるっていうのはすごい絵描きとしていいと思います。決してスケベ心ではない、作家性だよ、作家性。もう絵描きはね、作家性って言えば何でも許されるからもうどんなに変態でもこれが作家性ですって言ったらもう許されるんで。おっぱいばっかり見てるから男は、父ばっかり、おっぱいばっかり見てるから、父ばっかり、父ばっかり、おっぱいばっかり見てるから、父ばっかり。胸のあたり、まあこの人と同じようにこのあたりに鍵貼っていこうかな。まあこっちから光当たってる感じなんで、こういう感じでざっくり貼っていこうか。影の部分は61を重ねるとちょっとモアレ現象が起こってしまう可能性があるから、モアレっていうのはこれね、映ってるかな、このカメラに。こういうのにほらチェックみたいな模様が浮き出るの分かる？これがモアレ現象です。これが出てるとトーンの張り方は美しくないって言われるのね。2番の部分は2番で影をつけるね。胸元この辺にこの人はぼかしを入れてるみたいなんで、まあ俺もぼかします。さっき言ってたモアレっていうのはこれね、これが出ないように貼るのが綺麗な貼り方っていうふうに言われてます。ほらモアレが出てないでしょ。ここ重ね映えでちょっと色濃くしようか。奥だからね、こうやってトーンを重ねて貼ると色が濃くなります。こうやって見ると2番と61番重ねたけどそんなに思われないね。まあこれぐらいだったら問題ないかな、足元だし。可愛いバッグ持ってるな。この子はなんかド S っていう設定だったと思うんだけど、ド S にしては乙女チックな感じのキャラクターに見えるけどね。まあ、この絵だけ持ってってド S キャラですっていう風に編集部の人に言っても首かしげられるかな。見えないんだったら見えないで構わないから、そういう性格設定があるんですかっていう風に言われるかな。例えば普段は癒し系の優しい子だけど、何かのタイミングきっかけでド S キャラに表現するとかね。本当はド S なんだけど何かの理由があって可愛らしいキャラクターのふりをしているとか、このキャラクターをまあ編集部に持っていったらそういうこと聞かれると思います。スカート
ドのこの影は遊びね。実際こんな風に影ができるとは思わないけども、漫画なんで、ちょっとこういうお遊びを入れてみました。はい、じゃあこんな感じにしてみました。女の子の姿勢を正しくして、地面を立って歩いてる感じに見えるようにしました。それと、まあ、カバンの持ち方が不自然だと思ったので、そこを大きく変えました。姿勢をまっすぐさせるだけでも魅力的に見えるようになったと思います。絵を描くヒントにしてみてください。元気がない人を元気にしたい。元気がある人にはもっと活力を。あなたもハイドと話してみませんか？対面、電話、ズーム、メールであなたの話をお聞きします。詳しくは動画下の説明欄からどうぞ。